ちょっと違う、君のとは俺の意見。俺落としたいのは高みの見物決め込んでるそこのお前。高いとこそんな好きなら大気圏外まで飛んだけ、どんだけてめえだけ命せ。便所で自分の手汚すことだけじゃなく俺が手汚すことにまで絶対安全地帯で言いたい放題。何様お客様神様黙れ。トラブル感染して公爵垂れる目ん玉くり抜いてやりたいが匿名に隠れ尻尾出さねえ金玉。このクソみたいな世界のお得意様、注文つけるためだけに使う頭。我慢ならねえ地獄にでも行きな。招待状届くぜ待ってろもうじきな。余裕ぶっこいてるお前のとこにだ。冷たい笑いも凍る毎日が始まるぜ。よけりゃこの俺たちが教えてやるぜ悲鳴の上げ方。わからねえんだろつまらねえマナーモードかけっぱなしのお前には外してやるよ。だから泣き叫べことなかれ主義者霊障か恥を知れ。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 世界が終わる時も霊障してろ。今日も金出してたった CD なんと3品の年でまだ赤ん坊。自分のガキどころか孫くらいのこの10代のラッパーの1枚目ラップ前ねマジ舌をまくって監視してる暇あるわけないじゃねえか。食べるぜ今締め切りも迫ったっていうか決めた自分で CD また出す。ロレスが回るうちはあと何枚でも化石が喋ってる言わせとけ。なぜ尋ねるいつまでやるつもりすか。無駄としても出さねえ顔には盛り上げられちゃやりづめ。忍び寄る弱気振り払い否定し自分もこの会場ロックするイメージ。だってのは他の誰でもあるわけで入りし壺石に勝負示し大抵知らないんだ名前くらいしかない。ライブで次回に見りゃわかる相手になりゃ死ね誰もってレベル。ジャッジしなほら遠慮なんかいらねえ。伝説でもレジェンドでもねえだ現役なんだ。日は来るのだろうか。
OK。